よし、次は頑張るぞ。え、この役職黒ちゃんぴったり。え、どういうこと？黒いってこと？いや、黒くないかな。みんなの味方だから。あまり味方になっても心強くない。え、そんなことないよね、コナン君。よくわかんない。え、よくわかんない。よくわかんない、コナン君。うん、違う。それポケモン？てんてんてん、流れば。たまにユッケ。何か言うことある人いる？何？これから処置ってことそれ？これから処置姿勢に入られるという。痛みはね。そういう痛みは何もないから。さあさあ。時計型麻酔銃打たれるんじゃないですか？麻酔銃で済めばいいけどね。ほら、なんか守ってほしいよとか。ようやくラストにしてお前本性を表しやがったの。そんなことないよ。僕はみんなの味方だよ。そうだよ。なんかコナン君怖くなってきた。味方だよ。信じてくれないの？え、ナダルどうする？急にフラといてくれ。集中してんね、わいは。何に集中してんの？このマッチ集中してる。頭考えてんね、今。マッチ？それエペックスかなんかやってる？裏でエペックスやってる話をやめて。やってるの？今やってんの？やってない。器用すぎるでしょ、そしたらね。やってんだよ。ね、なんか待ちに集中するとか言ってたから。ああ。あ、ナダル、そのレース終わってる。うん、ナイスナイス。アニマやった。うん、これエペックス。やってる。いや、ちょっとよ。やってん。あ、ヘビアモがある。みんな3人でやってる。みんなやってる、これ。フルパか。あ、でも、1、2、3で2チームできるよ。そうだね。デュオだったら3チームできるかも。エーペックスの話終われで、結局なんか今日守ってほしいよとか何かある人も何もいないってこと？いや、そうね、やっぱりみんなこう守ってほしい、ね、守って全力で愛されるより愛したい。全力で愛して。あ、そういえばコナン君映画公開したね、うん、あ、公開はまだ先だね。黒金のサブマリン、そう、4月14日から公開だよ。あ、ロラもう14日過ぎてると思ってた。勘違いしてた。どこにいるんだろう、ロラさん。わかんない。サブマリンって野球の東方のサブマリンですか、ね、サブマリン東方じゃないね。サブマリン違いかな。ロラね、黒金が国鉄になっちゃうの、いつも。読めるもんね。覚えられない。昔のね、昔、国鉄ってもだいぶ昔だもんね。払い下げ前ですね。国？あ、ジロちゃんがモデレーターだ。え、ちょっと焼けちゃう。まあ、サブマリン投稿っていわゆるアンダースローのことね。宝生マリンとは違うんですか？宝生マリンはあれだね、うん、また違うんじゃないかな、うん、みんなから指示を受けてる人でしょ。え、どういうこと？ジロネーターすごいですね。ジロネーター。あの海賊みたいな人でしょ？あ、アキネーターってこと？え、アキネーター。あ、バラ。待って。どうしたの？何？何かあったの？何？あ、うわ。うわ、クロちゃんさんが行っちゃってる。クロちゃんさん。ルックアウト。ああ。なるほど。なるほど。なるほど。ローラは CO をするんだけど、ほう。実はドクターでクロちゃんのお家に行ってるから、多分ローラバカだと思う。守れなかった。そう。なんか、クロちゃん釣られるっていうか、インポスターに噛まれるかなと思って、初日にいなくなるのはかわいそうかなって思ったの。でもロラバカだった、うん、なるほど。守れてないもんね。うん、どうしよう、すごく悲しい気持ちになっちゃった。うん、ワイがいいといいですか。次に進むか。ワイはルックアウトでした。でした？でした？マジで？
です。で、クロちゃん。これ、ルックアウト2人いる可能性もあるのか。あるってことか。ランダムだから。なるほど。ルックアウトでクロちゃんの家を見張ってた。そしたら出入りしてるやつが2枚いた。2枚コナン君。片方はコナン君とジローさんや。ほう。まあ、言ったろ、ね。で、ローラさんがバカなら。ワイは正真正銘のルックアウトっていうことになるで。ですが、江戸川さんは私、ポリスで玄関で守ったというか、出てくのを阻止したはずなんですが、となると私がバカということになりますね。んこれバカもみん2人おるパターンあるのこれ。おバカのバカにせえだよ、これちょっと。酒井さんは本物だよ。なるほど。出られなかったもん。ということは何ルックアウトがバカって可能性があるの？ねえ、ナダルさんがバカっていう可能性がありますね。バカか赤かだね。ああ。バカか赤かバカか赤か。え、バカが2人ってこともあるってこと？ねえ、ありますね。ある。へえ、どうしよう。罪やそんな。バカバカ王子ですね。ここバカバカ。かまバッカ。かまバッカ、バカバッカ。ジロちゃんは？いや、行ったっちゃ行ったんだけど。うん。どこに？うん、クロちゃんち。うん、ただ何も起きなかったんだよね。え、ジロちゃんは何しに行ったってこと？遊びに行ったんだよ。え、遊び何しに遊びに行ったって言ってんじゃないかよ。でも死んでますよ。え、役職とかはないってこと？いや、そういうあの赤い役職ではないのよ。あ、赤じゃなくて青ってこと？赤でも青でも緑でもない。何じゃ。え、何色？緑のタヌキ。タヌキなんだ。ワイツキツネ。ポンポコポンつってね。手詰まりよ。パンパカパンツ。え、どうしよう。ナダルさん、キツネってことは赤なの？いや、違いますね。あ、だって今自分で赤って言う、キツネって言ってたよ。そうだよね。いや、ジロちゃんとナダルが怪しくなってきた。まあ、そうだね。ルックアウトです。多分バカの。多分バカのルックアウト。誰だろう。どうしよっかな。でもローラバカだしな。火の用心。カンカン。マッチ一本。火事の元。マッチって。最近使うのかな。お家に一つ味の素。オートレーさん、いやつ今日はこの家見に行こう。なんか不愉快な気持ちになる。え、うん、なるほど。え？なるほど。ほうほう。コナン君がポリス。ポリスね。ポリス。なんですって。あれ？ってことは？ちょっといい。ちょっといい。ちょっといい。うん。来すぎだよ。どういうこと？二人も来ると思わなかった警官。警官が。警官？ポリス。え、ポリスが二人来たってこと？私、次郎さんのところに来ましたね。であれば、うん、江戸川さんも。次郎さんのとこに行ってから殺されたっていうことになりますかね。え、そんなことがあるの？ね、順番的にはあります、ね。2回来たぜ、本当に。うん、2回来たよ。あ、じゃあ次郎ちゃんは外に出れなかったってこと？そう、何もできんかった。なるほど。え、じゃあキツネのナダル。いや、キツネやない。ワイは。キツネのナダルは？ワイは酒井さんの家見張ってた。見張ってたってどういうこと？ルックアウトやから、誰か来たか。見張ってたけど誰も来んかった。だってね、ジローさんち集まってたんでしょ。うん、そう。大人気。ってことは？ナダルさんかローラさん。まあ、あのジローさんがその遊びに行ったのがなんでかっていうところがわからないですか。だけど今のに関しては、そうですね。今のは違います。無理だよね。ローラバカだから何もしてない。じゃあナダル視点ローラさんですね。でもそんなこと言ったらローラしてナダルになるもん。そうなんだよね。そりゃそう、もうお二人にお任せします。どっちの方が好感度が高いかって感じ。
まあ、ここでミス釣りをするとチーフかインポスターの勝ちですね。俺は運命の分かれ目。確かに、うん、まあでもまあ俺も俺で確かに今怪しいっていうのは否定はできないからな、ええ、なるほど。そのクロちゃんの件でまだ容疑は晴れてないから、うん、何のために遊びに行ったのかは言ってくれないもん。だって大人にはそういう秘密はな、墓場まで持っていくことだってあるんだぜ。そうなんだ。でもクロちゃんもう墓場に行っちゃったからいいと思う、うん、じゃあ謝りに行こうかな、墓場に。じゃあってことはジロちゃん釣ってもいいってこと？いいよ。ん？これはこれでなんか怪しいぞ。なんかもしかしてゴーストで誰かに塗ってるんじゃないの？ああ、いいぜ言ってるけど。いや怪しすぎ。それができるんだったらもうとっくにやってるのよ。怪しさ爆発してるけど。まあそんなことを言うのであれば、まあ多分クロちゃんに塗ってってやりたかったけどね。でもなんかすごく今もう言ってんのか、釣らない方がよく思えてきちゃった。どっちでもいいよ。ワイはローラさんや。難しいですね。難しいね。これは分かれ目だね、うん、どっちの言い分を信じるか。たまには男の勝負とシャレ込みますか。ありがとうございます。なんでわーい。わさて私はどちらを信じるべきか。そういや、ワイはバカや。ワイはただのバカ。これ赤ポリスっているの？赤ポリもありえるんでしたっけ、多分。でも赤って一人だけ？中はもういない。赤はいないんだね、ええ。なのであとシーフを見つけるゲームですね。うん、シーフ？シーフード。何ですか？リアルキラチュートリアルみたいな。シーフードを見つける。シーフードを見つけて食べる。なるほど。さて。なこからですか。なるほど。はてさてパズル。え？どうする？でもまあそうか。何も起きなかったのね。まあ、そうですね。何も起きなかった。ニュートラルか何かのその役職が何かによって行動違うんですよね。なのでどちらも目線的には黒く見られるといえば見られますね。お二人の主張次第かなと。なるほど。まあ、ちなみに昨日は動きませんでした。なぜ？動きませんでした。だって動く必要がないからもう。ジロさん役職何なんでしたっけ？役職は緑の怪しい。何や緑の。まあ、わかんない。でもバカの可能性あるんだよねこれね。ちなみにワイは外に出ようとしたらポリスが来た。ねえ、私が止めに行きましたからね。ほう、じゃあワイ目線佐藤さんがシリアルキラー。そのシリアルをよくシリアルキラーをよくわかってるんだよね。ちょっと、まあ、役職何かわからないですね。なるほど。どうなるんだろう。いやちょっとね、やっぱりこう今年はね、2023年はこうミステリアスな感じでいきたいんだよね。なるほど。そうだからちょっと今はミステリアスモード的な。うん、謎は深まるばかり。その方が面白いじゃん。面白いじゃん。では私はここはあえてナダルさんを信じてみようかなと。わよ信じ。ほほう。ゴースト恨めしよが、いい感じに騙せてたのに悔しい。めっちゃいい勝負。よかった。ナダルはバカ。またただのバカやった。ずっとルックアウト言ってたけど。バカを信じてよかった。んバカも信じてる、ね、バカか。いやなんかすぐ死んだんだけど。あ、楽にしてあげた方がいいかなと思って。もうなんで殺すの。嫌な。いやでも勝ったから幸せだしん。まあ、あの村にあなたはいないんですけどね。